ヴィッセル神戸対清水エスパルス、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。北澤さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。最初はそういったところに注目していきたいですよね。そうですね。清水としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくか見ものですよね。はい、本日はそんな一戦を迎えています。選手が入場します。と今映った選手ですが、ちょうどキャプテンマーク、あと少しで試合が始まります。キックオフです。ここから馬場、中盤の選手、左サイド、これは通りませんでした。さあカウンター、スルーパス、そしてどうだ、ここは精一杯クリアします。エリアの左側、頭でクリアします。アプローチ、駆け上がる、かわしていく、このシュート、ゴール、ヴィッセル先制、素晴らしいゴール、サポーターが沸いています。しかしドリブル突破から大きなチャンスを生んで、うまく決めてきました。うまく逃げながらコース切ってね、シュート落ちましたね。素晴らしいですよ。さあリプレイ画面が流れています。北澤さんですが、見事な先制点となりましたね。神戸としてはこれでさらに波に乗れますよね。さあいずれにしても、さあエスパルス先制点を許しました。そうですね、まあある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。いいところ、長すぎました、ファール、後ろへ流して、見ている印象ではこう単純なパス回しでのミスがよく目につくんですが、そうなんですよね。もう少しその辺が丁寧につながっていけば変わるんでしょうけどね。そうですね。山本、競り合った、山本、カウンターになるか、カウンターですよ。奪って、さて北澤さん、はい、ヴィッセル今のところ1点リード、この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。ちょっと奪われがちですよね。アランバイヤー、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。アランバイヤー、渡ります、
うお、いやフリーでしたけどね、ちょっと抑えが効かなかったですね。そうですね、ババ前半残り5分を切りました。ここはよく守りました。誰も中にいませんでしたからね。ボールはこの辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。ここで長い笛、前半終了です。北澤さん、はい、ヴィッセ前半に先制して折り返しました、いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。なるほど、ではここまでの流れですが、前半36分、吉田なかなかのシュートを見せてくれました。はい、まあ外れてしまいましたけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。それからなんといっても前半12分、あーこのシーンです。吉田あの局面で先制点を決めています。はい、そうですね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。神戸としては先制しているので、戦い方を変えていくこともできると思うんですよ。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半戦が終わったところで1対0、ヴィッセル1点リードで折り返しています。後半スタートです。ヴィッセル、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がエスパルス、チェック、さあどうする、行くか、これは繋がらない。一つ遅かったのかもしれませんね。強度下げて、ここは市川、頭で競り合う、後ろからチェック、一旦戻して岩下、岡崎縦に出す、おっとアプローチ、追いかける、追っていく、右にシュート、これはわずかに右でした。いやー、それにしても北澤さん、最後はドリブルで持っていきましたね。この辺はいいテクニックで持ち込みましたけどもね、もったいなかったですよね。おっと、キープ力高いですね。エスパルス、中央から上がっていく、柔らかいボール、果敢なディフェンス、さあオフサイドはありません。いいところです、このシュート、危ないところでした。エスパルス、ここはしっかりと守りました。カウンターになるか、パスのタイミングを見る、柔らかいパス、おっといい狙いですよ。チェックきついですよね。パス出るか、さあ一人で上がっていく、またいい形になりそうだ、シュート、来た、フリーだ、クリアです。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。折り返せるか、柔らかいボール、どうだ、枝村合わせに行きましたが、ここは読まれていました。
ここは阻まれました。あっとここで長い笛、1対0ヴィッセル1点差で勝利、逃げ切りました。北澤さん、前半に1点が入りそのまま終わった結果となってしまいました、いかがですか。両チームのね、調子の上がる時間帯の速さで差がついてしまいましたよね。神戸としてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。前半終了直前、強度非常にいい形でシュートを打ってきました。はい、ゴールには至らなかったんですけど、直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。そして先ほど画面に出ていましたが、前半12分、吉田先制となるゴールを奪いました。そうですね、途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。さあそして今度は試合データです。ヴィッセル、支配率では負けているんですよね。はい、今日はそんな内容でしたよね。でもまあそんなに意識しなくてもいいと思いますけどもね。試合を終えてみますと結果は1対0ヴィッセル見事試合をものにしました。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは今日のハイライトシーンをご覧に入れながらお別れさせていただきます。皆さんごきげんよう、さようなら。